大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ2019年末タッグリーグの方もいよいよ佳境、今日と次回ということで、今回が29回目の動画となりますが、現在見ていただいているのはランキング表の方、アヌマリウォーリアージョニーエース組が46点、前田明ビッグショー組が46点、ごめんなさい、スタンハンセンブルーザーブローディが40点でそれを追うという状況、しかし、まあね、それ以外のチームもやっていきましょうということで、そちらをお届けしてまいります。今日も3試合、北斗晶ライオネスアスカ組対ホークウォリアー佐々木健介組、何を意味するかよくわかる試合を行いましょう。では試合開始です。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドのスティン版、PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にアーダコーダと実況をつけて遊んでいる動画です。各ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私、マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。ということで、長らくやってまいりましたが、いよいよ今回とその次、次回30回終わりとなります年末タッグリーグの方ですね。架空ファイプロ団体 WMW としては3年連続で行っているもう名物企画というか、もう年末はこれをやらざるを得ないというようなことになりつつあるんですがね、まあでも皆さんがね楽しんでいただけるんであれば、やりたいなと、来年もねやりたいと思いますが、視聴者の方、予選を勝ち抜いた視聴者の方が選んでいただいた15チームによる総当たり戦で行ってまいりました。これであと残り2試合ですかね、全部で105試合、行うことになるんですけども、ここで残り、この今日3試合やって残り2試合ということになります。試合ルールは30分1本勝負の基本ノーマルルール、5点方式でやってます。砂漠レフェリーはジョー樋口さんということですね。で、もうこの、試合も両者とも最後の試合となります。北斗晶ライオネスアスカ組が現在19点、ホークウォリアー佐々木健介組が12点ということになりますね。北斗アスカ組が3勝2敗6敗8敗、2分け3勝上げれただけでもすごいというふうに言われるかですかね。なるほどね。 D のマクドナルド組に勝ってるのはちょっと面白いですかね。あとマサニック組にも勝ってると、やっぱりタッグマッチは分からないというところですね。まあ負けが多いのはもう鼻からこのコンビにとっては、そうなるだろうなというのは、エディットポイントが男子レスラーに比べると女子レスラーの方が20ポイント低いと、男子は180、女子は160でやっていますのでね、まあ、その差がやっぱりこうやってリーグ戦一発勝負じゃ分からないですけども、トーナメントだったりしたらね、リーグ戦でずっとやっていくとこういう結果になるのはまあ予想したんですけども、まあ、それでも15点上げるところまでは、3勝上げるところまでよく頑張ったんじゃないですかね。ただ、対戦相手であるホークウォリアー佐々木健介組、いわゆるヘルレイザーズですね、が12点、これは2勝を1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、2勝10敗1分けの12点ですね。これ僕はあの記憶力がすごくこう悪い、良くないので、この10敗って全部健介ではない、さすがに何個かホークも負けてますかね、なんかそういうような気がするんですけどね。まあまあ、あのね、佐々木健介が足を引っ張るんだろうなとはなんとなく予想はしていたんですけども、まあ、ロジックした人間としてね、ただここまでになるとは思ってなかったな。あの3カウントを奪われにくくなるハードボディという、まあ、スキルがね、他の、各ファイプロ団体だったらこう禁止にするような、まあ、スキルがあるんですけども、それをうちは普通に使っていますので、ほぼ
多くのレスラーほぼ、ハードボディを装備していますので、まあ、3カウントがなかなか取られずに 2.9 のこうやり取りが見れるシーンが見れるなんていうのが、一応狙いであったんですけども、佐々木健介はそれを確か外しています。別の何かにするためだったと思うので、それをしてるから3カウントを奪われるのはもうしょうがないっちゃしょうがないですよね。ところが今回ねギブアップで結構ね佐々木健介が1本取られてるシーンがかなり多くて、本当にもう正直すまんかったと言ってもらわないと困るっていうようなシーンがかなり多かった記憶が残ってるんですね。佐々木健介が負けるとこだけを全部集めた動画とか作ろうかな余計なことですねまあまあね、フォークはそんなにやっぱこう負けたシーンがないような気もするんですけど、実際どうでしょうね。またちょっと、余裕があれば見返したいデータも取りたいところなんですけども、そんな余裕はございません。年末年始の動画の取りだめをするために、今必死のパッチでやっておりますので、その辺はお許しください。でまあね、ここはもう佐々木健介対北斗晶というリアル夫婦対決というテーマもまああります。ただまあこのね2人がどういう力関係なのかっていうのはいろいろあって、外ではこう北斗晶が鬼嫁としてね、いうイメージを作ってますけども、実は亭主関白ですよっていう人も多いですしね、僕も知らないんですよ。僕もどっちかなとかと思ってたんですけども、そういう声の方がやっぱり多いみたいですね。で、まあ、それこの2人は全く関係ないんですけども、ジャガー横田さんと木下さんっていう旦那さんね、あそこもよくテレビメディアに出てるんですけども、あそこもなんか実はジャガー横田の方が、こう尻に敷かれてるというか、旦那さんの木下さんお医者さんの方が亭主関白だっていうのもなんかよく言われてるみたいですね、まあまあね、よくわからないですけど、それはそれでいいんですかね。こう強さをアピールしていたジャガー横田にしても北斗晶にしても、それをまあ商売として、やらないといけなかった人は結局自分がつつましく生きることに憧れるとかっていうのがあったのかなみたいなことを、まあ、勝手に思ってね。ジャガー横田さんは多分あんまり関係ないんでしょうけど、今回のその木下医師旦那さんの方が、スタッフからなんか訴えられるやなんやかんや恫喝しているとかっていうことを、言われて、でそこに言及というかそこの話の流れで、ジャガー横田さんがやるプロレスの興行のチケットをその木下さん旦那さんが病院側に強制的に買い取りを押し付けてたとかなんかいうようなのも来て、誰やったっけな、ジャン斉藤さんか誰かがついにこの話がプロレスの方まで回ってきちゃったみたいなことをちょっと嘆いておられたみたいなことがありましたね。まあ、もちろん真実はどこにあるのか、当事者じゃない私たちは何にもわからないですけども、まあね、残念ながらジャガー横田さんって言ったらプロレスラーとしてまだ引退してないのかな、まだ未だに何かあったら試合しはることもあるからね。残念ながら格闘ファイブオール団体 WMW、来年女子の大イベント40名参加のイベントをやりますが、ジャガー横田さんは入っておりません。単純に僕があんまり好きではないからという、まあ、この格闘ファイブオール団体 WMW はよくある理由ですね。まあ、どっかでなんか例えばもうね覆るような実際に試合を見るとかで、他に作るレスラーがいなくなるとかっていうことが起きればまたわからないですけども、おおでもこれ起きて破りじゃないよな。はあ、なるほど。今の北斗晶がノーザンライトボム出しましたけども、このノーザンライトボムという技はもともと北斗晶の技ですよね。それを佐々木健介が、使うようになったじゃなかったでしたっけ。で多分これ両方とも装備してるから佐々木健介の
ノーザンライトボムを置き破りで、奪ったというようなシーンになるんですけども、へえ、そういうことがあるんですね。まあまあそうか、そらあるか。起きて破りやけども、別に起きて破りじゃないと、起きて破り破りみたいな感じですかね。いや別に破ってないか、起きて破りになってないというやつですね。まあまあこれはまた珍しいシーン。この2人は結局うちの団体でシングルでも1回戦わせてましたっけね。戦ってたような気もするな。おお1回の試合で2回も起きて破られる佐々木健介、やっぱり塩やな。さあこうなると、現在最下位を走るフォーク佐々木組はなんとか意地を見せたいところですが、起きて破られてるもんな。まあもう2回も起きて破られた時点でもう佐々木健介の負けというような、感じでいいような気がしますけどね。さあ夫婦でイチャついておりますが、まだそう簡単には決まらないか。おこれだからね、これ起きて破りじゃなくて、北斗晶の持ち技として出したということですよね。いや今のシーンもいいな。サムネ画面の候補がいっぱいですね。これはね、さあ2プラトン、残り試合時間は10分を切りました。まあここまでギブアップ参ったしてない青コーナーとしてはまあ十分といったところ、まあ、この試合負けたとしてももう最下位はフォーク佐々木組に決定ということなんでね、ちょっと頑張りますね。なるほど。まあこうやって今さんざん佐々木健介のことをボロクソに言ってますけども、エントリーしていただいた北尾拓さんにはなんかちょっと今誰がエントリーしていただいたのと思って見た時になんか申し訳ない気がしてきたんでですけど、まあしょうがないですよね。うわー、乱れ飛ぶ、ごめんなさい、乱れ飛ぶノーザンライトボム。さあどうだ、これは試合権利があるのはライオネス飛鳥と健介ですね。さあ残り試合時間が7分を切った。ホークが出てくればホークと飛鳥がやり取りするのであればちょっと面白い。クラッシュギャルズの意地もあるからそう簡単には向けれない。さあここでどうだ、2人ややこしい。おーラリアットホークが決めた。でバックを取って、んーこれをタッチに変えいく。残り試合時間6分を切ったところ、最後はできたらこのホークと相手、あーごめんなさい、マイクが今すっ転びました。最後は北斗晶と佐々木健介でどっちが勝ってもいいからフィニッシュを決めてほしいですが、脇固めどうだ、フォークが耐える。うおーまたノーザンライトボム、これのクリティカルもありますからね。さあパワーボムで投げ切る、嫁を投げ切る非常な佐々木健介。さあバックの取り合い、タイガースープレックスホールドが決まる。佐々木健介カットに走る。残り試合時間は5分、お互い全くこう身を取りし、ああ健介決めろよな。いやまあまあまあね、フォークが最後意地を見せたというか、やはり女には負けれないというところでしょうかね。試合時間25分27秒、逆エビ固めでフォークウォーリアーが北斗晶から、ギブアップを奪った試合でした。試合評価は 90% ということで、この両チームこれが最後の試合となりました。エントリーしていただきましたホーク佐々木組、エントリーしていただきました北尾拓さん、ありがとうございます。楽しませていただきました。で北斗飛鳥組をエントリーしていただいた真山三郎さん、ありがとうございます。これね、まあ裏話というか別に裏じゃないですけども、この真山さん最初飯塚、じゃあ間違えた、ごめんなさい、イブシコータ、ジェイソン・ザ・テリブル組をエントリーする予定だったんですよ。でそれを、やっぱり女子でいきますということで北斗晶ライオネス飛鳥組に変更したということがあったんで、これがもしイブシ・ジェイソン組が出てたらどうなってたのかなみたいなのもちょっとまあね、後の祭りですがタラレバの話ですが、まあ、ちょっとご披露させていただいて、次の試合に
参りましょう。はい、というわけで本日の2試合目やってまいりましょう。蝶野正弘内藤哲也組対アグネス仮面マスクド西岡組の試合いきましょう。試合開始です。はい、大コーナー蝶野内藤組が現在28点で、アグネス西岡組が34点ということで、点数で言うとアグネス西岡組の方がまあ上回ってるというか上をいってるということですね。蝶野内藤の28点は4勝5敗の4分けか。やっぱここもちょっと引き分けが多かったですね。ただ金星を挙げるまでに、あ、鶴田小橋組には勝ってたりするのか。トップ3には全部負けちゃってる。あ、ハンセンブロディ組から引き分けをこうなんとか引っ張り出すのが精一杯というところですかね。28点ですから、まあ、これで勝ったとしても34点。この2人にしたらちょっと物足らないのか。内藤がね、まあ、いつも言うようにこれも言い訳ですけども、内藤に関しては、スパイクチューンソフトがダウンロードコンテンツ、まあ、スティーム版の方ではダウンロードコンテンツとして発売したもの、後からやってきた黒船襲来でやってきた内藤をそのままエディットポイント180に調整して、ロジックの辺はそのままにしてやってるということが、あるのかなと。これはでもまあ僕はわざわざ変えなくてもいいかなという判断もしてますから、もうその言い訳は通用しないんでしょうけどね。長野はかなり昔に作ってそのまんまにしているんですけども、あんまりねシングルとか出ないから特訓する必要があるのかないのかっていうのが、あるのかもしれないですね。一回だからこうちょっとリーグ戦で回してテストマッチを重ねて、え、ちょっと待って、入ったのか、戻る、ああ戻れ戻れ、お、これは内藤がこういうロジックなのか、ジョーさんだから大丈夫だけろというところですね。大丈夫だけろ、これもだからスパイクチューンソフトがロジックを組むときに、場外から戻るときのロジックがギリギリまで場外で戦うっていう風になってるんでしょうね。多分ちゃんと見た覚えがないですね。対する赤コーナーのアグネス仮面マスクの西岡組、ここまで34点、6勝4敗、あ、勝ち越しですね。これで負けたとしても6勝5敗で2分けということはよく頑張りましたよね。まあ、今回ね、アグネス仮面とマスクの西岡というのは、本当はマチルダでしたっけ、マチルダ仮面なんかでしたね。このアグネス仮面というプロレス漫画に、登場するタッグパートナーが、アグネスじゃないマチルダかなんかいうレスラーがいるんですけども、これがかなりのぽっちゃり体型で、本当は何もできないような最初は設定だったんですけども、その後すごいなんか能力を発揮したりするっていう、ちょっとトンパチ系のキャラクターとして活躍するんですよね、タッグパートナーとして。で、残念ながら国際プロ団体 WMW にはこのマチルダでしたっけがいないので、その体型にそっくりなマスクド西岡に白羽の矢が立ったということですね。まあでもここまでね活躍するとは全く思っていなかったですね。まあ、前回も言いましたが、アズテカカルホン組と同じようにこうなんと言うんでしょうか、注目されずに期待もされずに、なかなかの活躍するというのは、爽快なものですよね。まあ、ちょっと前にあった M1 グランプリも1週間ぐらい前ですかね、 M1 グランプリも優勝したミルクボーイというコンビが一度もテレビで漫才をしたことがない、ないというか今年その年、2019年ですね、一度もテレビで漫才をしたことがないっていうコンビが、優勝するとっていうことは、そのネタも劇場では、しかも大阪の劇場では知られているけども、関東の方には、まあ、特に全国なんかでは知られていないネタなのですごく新鮮で、
知られずにずっと力だけつけていったということなんでしょうね。そう考えたらこの格ファイプロ団体 WMW も、知られずにずっと力をつけていつか大ブレイクする日を夢見て頑張るということでしょうかね。チャンネル登録者数はもう増えたら嬉しいですけど、増えなかったらもうしょうがないかなっていう、ちょっと諦めじゃないんですけどね。以前はこうどうやったら増えるかってずっと煙が出るほど考えてたんですけども、もうちょっと今はまあいいかなっていうぐらい。まあね、これ800何十って今言ってるのが急に半減とかってなったらもう泣きますけども、まあまあね、減ったり増えたりを繰り返しつつちょっとずつ増えてるので、まあそれはそれでいいのかなと。地道に力をつけていければということですかね。まあ以前も言った通り、なんでこのチャンネルがこんだけのクオリティを叩き出している動画のねクオリティがいいのに、こんだけチャンネル登録者数が少ないんだろうって思う動画は結構あるんでね。もちろんまあその逆もあるんですけども、その逆はでもなんとなく分かる気がするんですよね。なんとなくは多分まあこういろんな要素が絡んでて、いい方向に全部行ったらチャンネル動画のクオリティがそんなに高くなくても、いいんだろう、増えるんだろうなと。まあ、でもそれでね増えてもね結局、面白くないと言われたらもうそれまでになると。何の話からそうなりましたかよく分かりませんが、さあさあ試合の方に集中しましょうね。で今回、3試合を行います。もう1試合は、男色 D のマクドナルド組対小橋健太ジャンボ鶴田組、これが終われば残り2試合ということになりますからね。そこでズバッと優勝を決める。どうなるんやったかな、同点決勝になる可能性はあるんやったかな。うん、ありますね。まあまあ、それは、本日の3試合が終わって星取り表を見ながらちょっとおしゃべりましょうかね。はい、まあまあ、じゃあ試合に集中していきましょう。さあアグネス仮面、アグネス仮面がね僕はすごくこの格闘ファイプロ団体 WMW の中では好きなレスラーですね。なんですよ、意外とたまによく言う、たまによくって言うんですね。たまに言うのが、こう新しいレスラーを作った時にそのテストマッチを誰とするかっていうのを意外とこう、パターン化してきて、で最近だったら前回から言ってる黒潮イケメン二郎選手をエディットしたい、今テスト中なんですけども、その相手を誰としたらいいんやろうなというようなことになるんですけどね。あ、でもアグネス仮面とはやってないな、そういえば。黒潮イケメン二郎がね強いんですよ。だってね、あのスキルのところの流血した時っていう体力気力スタミナという、まあ、項目があります、あるんですね。でそこを回復力が、最低一番低い下手、呼吸が下手になるとかねっていう風にして、じゃあ流血したらもうあっさり負けるようなレスラーに仕上げようということで、流血する相手を選んで戦ってみたらそれでも勝ってしまうという黒潮イケメン二郎が出来上がってしまう。勝つことはいいんですけどね、いやちょっと違うよなと思って、そこからの調整が長い。まあ以前このファイプロというゲームもう過去に長くやってましたけども、やっぱりワールドになってちょっとやっぱり仕様が違うということもありますので、1人のレスラーを作るのにだいたい3日ぐらい平均でかかるっていう話をしたことがあって、それはまあそうなんですかね、技とパラメーターとロジック、この3つを組み合わせて、どういう風につながるんだろう、どんな動きをするんだろうっていう想像がうまくできなくて、3日かかってたところが、最近は早かったら1日でそこまではいけるんですね。テストマッチにたどり着くまで突貫工事やれば1日ぐらいあれば余裕でできるようになってきたんですよ。まあ、だからその分、想像しやすくなったというか、
こういうロジックを組んどきゃ、ここに数字を掘り込んどけば、こういう動きをしてくれるだろうとかね、優先動作を含めて。ところがそれでそういう動きはしてくれるけども、強さは全くうまくコントロールできないというか、想像通りにいかないのが今まだ修行中というところですね。だから1日で組み上がって2日間ぐらいかけて今、強さ調整をしているというところですかね。あ、今でもだからやっぱおかしいですよね。マスクの西岡がなぜ走らない。あ、これは戻ったんですね、エプロンに。なるほどな。ということはトルネードじゃないと、あの2連続攻撃っていうのは組まれへんのか。それか、俺もジョー・ヒグスさん、あのチェックの時間はそんなに別に短くはないはずなんですけどね。さあ試合時間いつの間にか残り10分を切って、どうやろうな、これはちょっと赤コーナーの方が僕は有利だと今思ってるんですけど、さっき蝶野とアグネス・カメンカがぶつかった時に、蝶野だけ倒れたっていうシーンがあったような気がするんですよね。ごめんなさい。あー、 STF どうだ、一発で決まるか。いやー、耐えた。っていうことはアグネス・カメンまだちょっと余裕がある。さあでも内藤がデスティーノを決めてコブラツイスト、どうだ。この辺は内藤の渋い技が最後出て優勝の美を飾るか。もうここまで来たら点数どちらが上は関係なく。ああ、これはマスクゾにしようか。偶然の産物ながらナイスアシスト。さあ飛んでムーンサルトプレスが決まる。試合権利があるのは、おお、どうだ、もう一発いく。いやー、外れ。今のはもったいないな。コーナーポストに行かずに何か決めていればというところですが、ああいうところで命運を分けてそうな気がしますよね。さあ試合権利があるのはマスクド西岡と、内藤哲也。マスクド西岡がここで最後何か決めるのか。さあコーナーの攻防、ここでこういうのを出すロジックを僕は絶対に組まない。結局ここをゼロにしといたらその中途半端な技は出ないということなんですよね。ただあんまりそれが一方的にならないように、もう一個難易度の高い技をもちろん装備させておかないといけないとかっていうのはあるんですけどね。さあ残り5分を切ってマスクド西岡が STF を食らって、これでタッチに行けるかどうか。いや、行かないということは赤コーナーがちょっと苦しいか。デスパレーボムを決めて最後どうだ、クリティカルは生まれない、ブレイクになる、いわゆる毒針殺法。わー、デスティーヌが決まる。これはね、大ダメージですからね。さあマスクド西岡がカバーを決められて、どうだ、アグネス仮面、それは違う。おお、2で返した。今ちょっと時間があったから助かったのかな。ダマって。しかし、ですがピンチは続くというところでしょう。大技が決まったらそこで終わってしまうが、蝶野にタッチ、お互いタッチ、もう一回タッチがあるかどうか。牛殺し。さあそれを受けて、ああ、どうだ、これはいい連携、首にダメージで決まった。このテーマが分かる方は、丘の上ですね。アグネスつながりというだけで、あれにしてみました。はい、試合時間27分1秒、ストラングルホールドガンマですね。アグネス仮面が蝶野正弘から、ギブアップを奪った試合でした。試合評価 100%、 素晴らしい。というわけで最後優秀の美を飾ったのはアグネス仮面マスクド西岡組で、これね、あと5点足したから39点になってるんですよね。40点一歩届かなかったですけども、今回大活躍と言ってもいいんじゃないでしょうかね。マスクド西岡、一度は引退も考えたんですけども、よく頑張りました。はい、というわけで、あ、そうですね、エントリーしていただきました。アグネス仮面マスクド西岡エントリーしていただいたのが、あれ、あ、シークルトフさん、
いつもありがとうございます。どうも最後まで楽しませていただきましてありがとうございます。マスクド西岡が試合に出ると私ちょっとなんかこっぱずかしかったんですけど、今回ちょっとねなんかあの吹っ切れたというか面白かったです。ありがとうございます。そして、蝶野正弘、内藤哲也をエントリーしていただきました内藤正弘さんですね。この2人から名前を取ってるということでエントリーしていただきました。残念ですけどもね、本当にありがとうございます。また今後もよろしくお願いします。というわけで、最後の試合に行きましょう。はい、というわけで本日3試合目最後の試合となります。男色 D のマクドナルド組対小橋健太ジャンボ鶴田組の試合をやってまいりましょう。はい、さあというわけで、D のマクドナちゃん、ドナちゃんですね。あ、これこのコメントマクちゃんじゃなくてドナちゃんって言うんですよね。コメントいただきすいませんでした。ブログも多分間違ったんですけどそのままほったらかしますね。が赤コーナーじゃない青コーナーの方が現在36点で、小橋鶴田組が26点ということで、この誰が小橋鶴田組よりマクドナルド男色 D の組の方が上を行くと予想したでしょうかね。もちろん私もそんな予想は全くしておりませんでした。まあね、まあまああの小橋鶴田組がなぜここまで勝てないかっていうのはいろいろ要因があるんですけども、小橋健太の足が遅いっていうのももしかしたらあるのかなと、まあもしかしたらじゃなくですね、確実にそうなんでしょうねっていうのもまあ後付けで思ったり、まあ小橋健太はねあの特訓でいろいろ紆余曲折あったと。日本人最強レスラー決定戦 J シリーズで散々たる結果を出した小橋健太に課されたのは特訓、そして復活の20番勝負、まあ、それをなんとか勝ち越したので一応もうそれで OK ということでしていましたが、こんなタッグで、再び悪夢を見るとは思わず、まあ、しょうがないですよね。あの時はシングルでそれでも強かったんですよね。鉄人ぶりを見せたんですけども、ただまあ史実に基づくという意味、小橋健太を再現するという意味では小橋健太の足が遅いのはまあまあ、当然ですからね。そう考えたら仕方がないかなというところですかね。はい、で、一方男色 D のマクドナルド組をエントリーしていただいたのはポロミサさんですね。36点、これまでね、でもシングルやなんやかんやでそのこのエンタメ殺法、男色殺法を使う2人が、期待されてるけども、その期待に応えれるほどの成績は残していなかったような気がするんですよね。だからもちろんこの、パラメーターにあるエンタメ殺法っていうファイプロの中ではパラメーターの思考劇でどう言ったらいいんやろ、まあ、例えばパワーボムだったら腕力とかね、パイルドライバーだったら馬力とかっていうパラメーターの、属性というかパラメーターが、主攻撃となるんですけども、この男色 D のマクドナルドが得意とするエンタメ殺法っていうのはパラメーターが、あるんですけども、そのパラメーターを使う主攻撃とする技が少ないということですね。本当に数えれる程度なので、そう考えるとそのパラメーターエンタメ殺法のパラメーターを上げても強くなれない、そのエンタメ殺法の技ばかり出すようなロジックを組まないといけないから、それはまたちょっと違うな。この男色 D のにはやっぱりキラー男色 D のと呼ばれるような一面もありますし、マクドナルドにはルチャレスラーとしての一面もありますから、そういう面を演出というか再現しようとするとなると、そればっかりにっていうわけにはいかないわけですよね。そればっかりが出るようなロジックを組むとやっぱりちょっと面白くないとなるんじゃないかなと思うんですよね。それでだから今まではそんなに勝てなかったと思ってたんですけども、今回36点ということは、これもしですけども勝てば41点ですからね。40点いってるコンビが今3チーム、これが上位3チームを占めてるわけですから、そうか、瞬間最大ですけどもハンセン・ブロディ組より上に立つということですからね。あ、
あ、そうか、ハンセン・ブロディ組がもしこれ負けたら男色 D のマクドナルド組が3位に食い込むということですね。へえ、いやー、うん、それも難しいとこですね。こういう色物コンビタッグが、こう上昇というか常に勝つリーグ戦の場合はね、一発の奇跡の連続、一発の連続みたいなんでトーナメントで勝ち上がっていくのはまあまあ別にいいんですけども、同じような条件で、戦っていくというリーグ戦の場合、こうなると逆にちょっと強すぎるんじゃないかいと言わざるを得なくなってくる。でこの時にじゃあ D のマクを弱くするっていう方向性と、いやいやそうじゃなくて鶴田小橋組を強くするという方向性と2つ、まあ大きく分けたらですけどもあると思うんですけども、これをね弱くするのは僕はなんかあんまり好きじゃないんですよね。もちろん過去にしたことがないと、例えばそのレスラーがある程度できて最近作ってる、黒潮イケメン二郎が強すぎるな問題に関してもやっていない、弱くしていないとは言いませんけども、できたらもう僕がテストマッチを終えて完成と言ったレスラーはそれをしたくないという、まあ矛盾はしているというか無理がある考え方なんでしょうけどね。だから特殊なこう方法で鶴田小橋が負けるというか弱いというのも納得なんですけども、ね、そうじゃなくて普通の戦いで、この2人に負けるとなると、また鶴田小橋の特訓をするのもうトラウマみたいになるな、うん、まあでもそれで今度この2人に勝つようになると今度他に勝たないとかね、勝てないとかっていうことになる。まあ人気者は辛いなみたいな感じですかね。全方位網から負けないレスラーなんて多分できないですからね。それがエディットポイントがフルで使えるんであればまたちょっと話は別かもしれませんけども、うん、エディットモード180でやってる宿命ではありますね。まあしょうがない、流血したら弱いとかね、そういうのはあるかもしれない。さあこれで気力を回復するマクドナルド、意外とこういうのも強い、ここまで勝ってきた要因なのかもしれませんね。さあでもちょっとまともなスタイルでいくと多分マクドナルドなんかはダメージガンガン食らってそうな気がするんですけど、あっさり負ける気もするんですよね、青コーナーが。あ、場外に、うん、あ、鶴田が追っかける。ここで、たっぷりある時間を使って鶴田が場外で危険です、お気をつけくださいと思ったんですけど、あっさり帰ってきましたね。さあ試合時間15分経過、折り返し点通過ということですが、さあどうだ、行くぞ。ここら辺で大ダメージが、与えられる技をもう出しておかないと多分いけないような気がするんですよね、赤コーナーは。リップロック一発でひっくり返りそうな気もしますよね。まあ体勢がないですからね、この2人に。ファンクローで終わったりもするから、ナイトメア、あー、ナイトメアが出ましたね。これが大ダメージ。試合権利があるのはマクドナルドなのでギブアップはないですけどね。さあこういうパイルドライ、ジャンピングパイルドライバー、こういう技ね多分ダイレクトに効くと思うんやけどな。小橋が動かない、遅い、やっぱここかタッグマッチに弱いというか動きが悪いのは。でもしょうがないですよね、小橋がタッグですごい活躍してたという印象は僕の中にあんまりないんでね。さあ4人が入り乱れる試合時間が刻々と過ぎていく。これが引き分け臭くなってきたかな。鶴田が一方的に狙われる、あー違う、いや当たるか、いやー、うーん、今のも走り損、
出ました、行くぞと言って行かない説もうごめんなさい、これはもうロジック組んだ僕のダメなとこです。行くぞと言ってからラリアットに行くとかね、ムーンサルトプレスに行くとかっていうロジックが組めれたら、多分優先動作がもうパンパンやなんですよね。それを崩して、行くわけにもいかないっていう裏事情が一応あったと思うんです。すいません。さあ小橋が捕まる時間が、過ぎるとリップロックあたりが怖いな。体力的にはまだ余裕があっても気力一発でね、行かれるような大丈夫、おー大丈夫ですね。さあこれで多分小橋かなり持っていかれたような気がする。うわー、男色 D のも返していく。試合権利があるのは男色 D の。ここで、あ、変わった。2プラトンとかの方が逆に安心するわけですね。2プラトンの方がエンタメ技が出ないですかね。さあサンドイッチラリアット。さあ試合権利があるのはジャンボ鶴田とマクドナルド。これで男色 D のがおねんねしてくれればどうだ。あー、ここはうまい。いや、バックの取り合い、バックドロップかリップロックか、円錐切りでかわす。えらい違いですよね。唇を奪われるか、ぶん投げられるか、ぶん投げられるか。さあ残り試合時間8分切った。ただお互い一発はでかいので、決めれないこと。ああ、ラリアットかわす。で、おお、これは素晴らしい駆け上り式のエルボードロップから、いやー、またジャンボもすぐ動き出しましたね。さあ、あれ、おお、しない、こんなんあったんや。さあバックドロップ行くか。恐ろしい、このバックの取り合いはどちらも怖いよ。バックラッカーでかわす。っていうことはジャンボ鶴田の体力がまだ有り余ってるから、あー、なのか。どうだ、リップロック来た。小橋は間に合うのか、どうだ。上皮口とどっちだ。あーやりよったー。先日シュープロの2020年版になるんですかね、何でしたっけ、レスラー名鑑が発売されて、僕はちょっと今年まだ買ってないんですけども、買わなかなと思いながらなんですけども、あれについにマクドナルド選手が乗ったというコメントをいただきましてね、よかったよかった、ということで、まあマクドナルド選手の勝利を喜び、ジャンボ鶴田が負けたことは、もう仕方がないとしましょう。そりゃあね、ジャンボ鶴田も唇だけは弱点だったということですよ。試合時間23分28秒、リップロックでマクドナルドがジャンボ鶴田からギブアップを奪った試合でした。試合評価 90% で、これで、D のマクド組が41点でハンセンブロディ組上回りましたよ。ちょっと恐ろしいですね。というわけで、男色 D のマクドナルド組を、もうこれ最後ですからね、エントリーしていただきました。ポロミスタさん、ありがとうございます。大変楽しませていただきました。そして、小橋健太、ジャンボ鶴田組をエントリーしていただきました。橋本太一さん、残念ですが、こういう結果が出てしまいましたが、ね、ありがとうございましたと。ありがとうございますですね。過去形ではなく。はい、というわけで、本日も3試合終わりましたので、いよいよ残り2試合となりましたが、いつものようにランキング表じゃないわ、星取り表の方を、見ていただきまーす。はい、というわけで毎度おなじみ、だいぶ埋まった星取り表でございます。本日行われた3試合が青く塗られたところですね。振り返っておくと、ホーク佐々木組が勝って17点、北斗晶ライオネス飛鳥組が負けて19点、というわけでホーク佐々木組2点足らず最下位決定ということになりました。で、蝶野内藤組が負けて28点でフィニッシュ、アグネスマスクの西岡組が39点で40点に1つ足りずというところですが、まあまあ、大活躍というか大躍進じゃなかったでしょうか。
というわけで D のマクド組が最後の試合で勝ちまして、これでなんと41点、40点に入っているチームが4つだけですから、まあまあ上から数えて3番目ということになりましたね。小橋鶴田組が負けて26点でフィニッシュ。下から数えた方が早い風になっちゃったかな。まあ仕方がないと。というわけで、残り2試合、これが104試合、次の試合が104試合目、105試合目となります。んですかね。まあいいや。で、前田翔組とアニマルエース組、そして前田翔組とハンセンブロディ組ということで、前田翔組が1日2試合ということになるんですけども、この三つどもえはやはり最後に回した方がいいだろうということで、次回、ハンセンブロディ組対40点のね、前田翔組をまずやります。この時点でハンセンブロディ組が勝った場合、46点、45点となります。で、46点同士の前田翔組アニマルエース組が直接対決ということになるわけですね。で、ハンセン前田組が、やって、ハンセン前田組ちゃう、ハンセンブロディ組対前田翔組がやって、前田翔組が勝った場合51点となります。で、51点でアニマルエース組と前田翔組が、51点の前田翔組とアニマルエース組46点で戦って、アニマルエース組が勝てば同点決勝をもう一度やらないといけない、やらないといけないというか、やるということになるわけですね。だからちょっと複雑になります。まあいろんなパターンで同点になるか、あっさり決まるかわからないですが、全ての日程はあと2つで終わるということなので、次回お見逃しなく、チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで今回はこの辺でお別れです。ではまた。